commits to keeping rates at current low levels. This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。皆さんこんばんは。今日は1月16日木曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。タイ全国各地で大気汚染の状況が危険なレベルにまで至っています。経済問題に責任を負っているソムキット副首相は、バーツ高が新たな脅威となっていると指摘しました。タイはケンクラチャン森林地帯を再び世界遺産リストに登録申請する意向です。では最初のニュースです。タイ全国で大気汚染の状況が危険なレベルにまで至っています。15日、タイ全国各地での大気汚染の状況が危険なレベルになったため、関係当局では国民に向け屋外での活動を控えるよう警告しました。公害監視局によりますと、中部ナコンサワン市でも PM2.5 のレベルが大気1立方メートルあたり54マイクログラムになったということです。このため当局では住民らに向け屋外での活動は控えるよう警告を発しました。災害防止軽減局は、同市での大気汚染は主にサトウキビを収穫した後に行われている野焼きが原因となっていると指摘しています。干ばつが続いているタイの北部、東北部の多くの地域でもこれと同じような問題に悩まされています。一方、首都バンコクでは数日前ににわか雨が降ったことから、大気汚染の状況がやや改善され、15日の PM2.5 のレベルは大気1立方メートルあたり23から53マイクログラムでした。バンコク都民らはそれまで1週間以上にわたり健康に悪影響を及ぼすレベルの大気汚染に悩まされていました。交通警察や法執行機関では、交通及び公害防止法規を厳しく施行することを約束しています。次に、経済問題に責任を負っているソムキット副首相は、バーツ高が新たな脅威となっていると指摘しました。ソムキット・チャトシピタク副首相は15日、あるビジネスセミナーで行ったスピーチの中で、アメリカと中国との間での貿易戦争や2020年度予算法の成立遅れに加え、バーツ高により
タイ経済は大きな障害に直面する恐れがあると述べ、今後注意深い政策運営が必要である旨を強調しました。同副首相は貿易戦争により輸出が大きく減少したほか、予算法の成立が遅れたため公共投資にも影響が出た。加えて長引いているバーツ高がタイ経済の主な原動力である輸出への新たな脅威となる恐れがあると述べ、民間投資家らに向け機械や設備の輸入をはじめとした投資を急ぐよう促しました。同副首相は続けて、中央銀行に圧力をかける代わりに全ての部門が協力する必要がある。バーツが高くなっているこの時期、タイは民間投資を活性化させる必要があると述べ、来月初め新たな投資優遇策を取る旨をほのめかしました。ソムキット副首相は2020年度予算法が先週下院を通過したことにより楽観的な見方を示し、政府は今後投資や計画しているインフラ開発を急ぐとともに観光産業や輸出部門の促進を図るつもりだと述べました。一方、タイ中央銀行は去年の経済成長率を 2.5%、 また今年の経済成長率については 2.8% と見積もっています。次に、タイはケンクラチャン森林地帯を再び世界遺産リストに登録申請する意向です。タイは昨年ユネスコ世界遺産への登録を拒否されたケンクラチャン森林地帯を再び世界遺産として登録申請する計画です。プラビット・ウォンスワン副首相は15日に開いた国家世界遺産委員会の会議の中で、タイの前駐フランス大使シハサク・プアンケート・ケヨ氏が昨年ユネスコ世界遺産委員会の委員に選出されたことを祝いました。昨年パリで開催された第22回世界遺産条約締結国総会でシハサク氏が委員に選出されたことを受け、タイはケンクラチャン森林地帯の世界遺産登録について再検討するよう同委員会に要請する意思を示していました。世界遺産委員会は昨年の4月ケンクラチャン森林地帯の世界遺産登録を拒否するとともに、タイに対しこの森林地帯の改定された部分の技術的側面を見直すよう求めていました。プラビット副首相は会議の中で、この森林地帯が世界遺産に登録されれば自然保護のための努力が一層高められると同時に地元住民らの暮らしぶりも改善されることになるだろうと述べました。一方、イティポン・クンプルーン天然資源環境大臣は関係機関では新たな提案を今月中にまとめ、6月に開かれる次の総会で検討してもらえるよう、今月中にそれをユネスコの世界遺産委員会に提出する計画だと述べました。世界遺産委員会がケンクラチャン森林地帯の世界遺産登録を認めれば、ラチャブリ、ペッチャブリ、それにプラチュアプキリカン県にまたがる114万エーカーのこの森林地帯はタイで6番目の世界遺産となります。今日お伝えしたニュースは次の通りです。タイ全国各地で大気汚染の状況が危険なレベルにまで至っています。経済問題に責任を負っているソムキット副首相はバーツ高が新たな脅威となっていると指摘しました。タイはケンクラチャン森林地帯を再び世界遺産リストに登録申請する意向です。続いてニュース展望です。今日は世界中の女性リーダーがタイに集合というニュース展望をお伝えします。今年の4月23日から25日まで
バンコク中心部にあるセンタラグランド&バンコクコンベンションセンターで開かれる世界女性サミット2020に世界中から1000人以上の女性リーダーが参加する予定です。この会議には ASEAN やその周辺国をはじめアフリカや南アメリカからの女性閣僚らも参加するものとみられています。世界女性サミットのアイリーン・ナティビダート会長は、タイは地域的にまた世界的に見ても経済界に占める女性の割合が高いことから、女性と経済改革というテーマで開催される今年のサミットの理想的な開催地だ。ここでは女性が管理職として働き、現在及び将来のビジネスモデルや習わしを変更させており、国の GDP を高めるに際しての女性の役割を世界に反映していると述べています。一方、タイの元観光スポーツ大臣でタイ側の実行委員会の委員長でもあるコプカン・ワタナ・ボラン君氏は、タイの女性は農業、地域社会、工業、銀行及び金融業、テクノロジー、輸送、エネルギー、観光、ホスピタリティ、会議やイベントなど、あらゆる分野の創造と発展に極めて重要な役割を果たしている。タイは注目すべきケーススタディとなり、世界中の女性リーダーたちに向け、彼女らが持っている国の発展を支援することができる能力を発揮して、共に前進するよう促すことができるだろう。さらに重要なことは、タイの女性リーダーたちがより強固なタイの発展を目指し前進し続けることだと述べています。タイランドコンベンション&エキジビションビューロー TCEB のニチャパ・ヨースビー副所長によりますと、タイでの世界的なイベントの開催を支援することを通じてタイ経済の活性化に役立つという TCEB の戦略に沿い、世界女性サミット2020はタイ経済に8000万バーツの収入をもたらせることになるものと見られているということです。同時に主催者側ではまた、世界女性サミット2020はタイの女性リーダーたちがこの会議を通じて個人的なネットワークを作ったり拡張したりする中で、他の国々の女性たちから学び、彼女たち自身をさらに強くすることに役立つものと確信しています。今日は世界中の女性リーダーがタイに集合というニュース展望をお伝えしました。以上、今日のニュース、ラジオタイランド、宮井義明でした。日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.